こんな感じでよかったか？ああ、悪かったな。俺が休んでる間にパーツを仕入れてもらった上に機体のセッティングまで。たまには真面目に働かないとお天道様に怒られちまうからな。と言っても、付けたパーツはマリサが持ってきたのもあるからそんなに苦労はしなかったがな。お前も来たことだし、最終調整と行こうじゃないか。おう、よろしく頼むぜ。やっとここまで完成したね。まったくだな。誰かさんがコソコソしてなけりゃもっと早くできたのによ。だってマリサ怒ってるかと思ったから。それはそれ、これはこれだ。さっさと完成させてこの戦いを終わらせるぞ。うん、そうだね。ほらよ、これが月面で回収していた新しい黒楼だ。新しいって言うけど、私こっち来てから黒楼に乗ってないんだけどね。盗んだ私が言うのもあれだが、まあ。どんまいだな。そういえばマリサだったね。あの襲撃、通りでヨウムが背後を取られたわけだね。ほら、ぼさっとしてないで仕上げに入るぞ。ほい。マリサさんが向こうに行ってるから私一人でこれを仕上げなければいけませんね。まあほとんど完成してますのであとは細かい調整だけですけどね。寂しくないですからね。へへへ。自由に魔改造できると追加顔が歪んでしまうな。そうだなユキジよ、これこそが魔改造の真骨頂だ。さてと姉さん、最終調整と行こうじゃないか。ふふふ。どんな化け物にしてやろうかね。ゾクゾクしてきたぞ。化け物なんて生ぬるい。俺たちはその先へたどり着くんだよ。さあ、始めようじゃないか。みんな頑張ってんな。二人ほど頑張ってほしくない奴がいるんだが。まあ、いいか、やらないよ。俺がこっちってことは。ああ、そうだ。一応ブルークロスが完成したんでな。一応、というと？これが新しいブルークロス。ガンダムブルークロスネクストだ。ほうほう。機体自体が出来上がっているんだけどな。バックパックが間に合わなかった。というか、これに合うバックパックを選別できなくてな。中途半端で申し訳ないが、これで出撃してデータを取ってきてほしい。オプションも満足とは言えないが頑張ってくれ。むちゃくちゃな感じだが、悪くないな。こっちも出番がなくて鈍っちまうかと不安だったところだ。武器もマリサのネームレスの予備を借りてきたものだ。気をつけるんだぞ。オプションがバルカンしかないのはちょっときついかもな。その分はトランザムの機動性で補うとして、向かってくる敵を叩き潰すとしますか。それにしても今回の敵は主人公機ばっかりだな。しかし残念だ、こっちは全力で潰しに行ったからな。あと100機は出してこい。今の結構大ダメージ予想したんだけどな。意外と頑丈だなこの機体。ブルークロスの最終形態というだけはあるな。完全体に乗るのが楽しみだな。このバーストアクションもなかなかエグいやつだな。ふむ、予想してなかったわけじゃないけどさ、なんか最近ユニコーンとかバンシーのエースが多いような。はて、まあ構わず倒すけどね、このブルークロスネクストなら問題ないだろう。このユニコーンのエースさんは結構やるね。今までのエースと違って、まあパターン入っちまえばこっちのもんだけどさ。というわけでラスト参りますかな。これでフィニッシュだな。お疲れさん、どうだったよ。悪くはないんだけどね。やっぱバックパックと武器が揃わないとなんとも。だろうな。とりあえず次はマリサが出てくれるみたいだからな。じっくり考えるとするさ。
機、拠点制圧に向かってください。というわけで本来のバックパックに付け替えたネームレスで頑張ってください。モビルアーマー専用に付けてたセブンソードと違って、ストフリのスーパードラグーンで離れた敵も確実に仕留めるスタイルになってるんだな。そしてオプションに格闘系が追加されてるんだな。これで話し合いができるぜ。当チャンネルでは肉体言語はお断りとさせていただきます。なんだよ、かっけーだろ昇竜拳。確かにそれっぽい技ですけど、蒼天紅蓮拳ですからね。いやこれもう完全に一致だろ。それ以上言うと偉い人に怒られますよ。私は一向に構わん。いや構えよ。さっきから殴ってばっかりですね。ちゃんと武器も立ててるのに。殴り合いでの対話こそはが真髄なり。ダメだこの人もそういう方向であかんやつだった。あかんやつとか言うなよ。オリジナルは笑顔でうなずいてくれたぞ。そりゃあなた、オリジナルとクローンですからね。拳で語り合ってわかることもあるんだぞ。あなたたちの場合、語り合うというか一方的に物を言うタイプなんですが。というか今回は結構しんどいかもな。なかなか向こうのゲージが減らない。最終ステージですからね。舐めたら死にますよ。時々めたい発言するお前らも結構あかんと思うんだよな。うん、いいですか。ゆっくり動画ってのは半分がめたい会話で成り立ってるんですよ。ああ、ネタがなくなったのか。じゃあ仕方ないな。じゃあこのネームレスについての話でもしましょうか。まずは名前の由来から。ぴったりな名前思いつかなかったから私が適当につけた。私も思いつかなかったので文句言えませんが、もっといいのなかったんですか。だって名前の部分が空白状態だったんだからな。そっから思いつく名前なんてこれくらいだろ。納得しましたが、なんか悔しいですね。もともとはバックパックにデスティニーを使おうと思ってたんだけどな。後で霊夢がうるさくなりそうだからやめた。私のものだと血眼になって襲ってきそうですね。もっともバックパックパーツは以前月面基地を襲撃した時にパクったもんだけどな。まあ言ってしまえば盗品だらけの機体ってことですけどね。もうどうでもいいだろ、そんなことは。そっちにヒットするんですね。正直目の前のやつ逃してやらかしたと思って焦ったぜ。やっぱりストライクフリーダムはいいね。一つのパーツだけでもここまで強力だし。あ、それで思い出したのですが、残ったストフリのパーツ、マリサさんに返しておいてくださいね。おん、なんでそこでオリジナルが出てくるんだ。あのストフリはですね、もともとマリサさんのものだったのですが、マイスターの創作意欲の生贄になったものなんですよ。お前のご主人も結構あかんやつだよな。もともと思ったことは一度もありませんからね。さて、どんな機体が出てくるのかね。海賊。ドクロつながりですかね。ぶっちゃけなんでもいいけどな、私は。EX 思いっきり外しましたね。しかし覚醒中だと向こうの動きが遅いので追撃は簡単だ。敵は彼らだけではありませんけどね。へいへい、しっかり倒していきますよっと。エース倒してもあんまりゲージが減らないんだな。まあエースといっても少し硬いただの雑魚ですからね。それ以上言ってやるな。あいつらのプライドのライフはもうゼロだ。よし、今ので最後だな。正体不明機の撃墜を確認。よくやったぞ。力
拠点を取られた。任務完了。起動する。ところで肝心なお前のご主人どこにいるんだよ。逆にこっちが聞きたいですよ。